ついに僕も YouTuber、 もう本当に嬉しかったんですよ。この俺めってもう自ら激しく挑戦してね、髪色も全部ねどんどん進化してる日本人でもね擬態語とか擬声語とかねちょっとずつ間違えてる人っていますか。始まりました、おもてつチャンネル。いや面白いですねいや本当 YouTube って僕それ知らなかったけど、いろいろコメントも含めてね、はい、まあ、Twitter なんかのこうエゴサーチ、はいはいはい、いや僕最初ねもうやりまくった。おえー、ああまあそっか、はい、やりまくった。総掲示スタッフにめちゃめちゃライクしまくってますもんね。 いやもう本当そうなんですよ。だからやりまくってね、最初ね褒めていただいたりね、はい、もう嬉しくって、はい、もうどんどんそれをビタミンにしてありがたいと、はあ、もう本当に嬉しかったんですよ。おなるほど。だんだんおかしなコメントも入り始めてみたいなお前は絶対間違えてるとかねいやもうお願いしますよ。だからなんか問題集の答えと違うとかね、はいはいはい、もうねもうこれもうはっきり言っていいですか。もうこれ申し訳ないけどこれいいんだよね、はい、もう問題集が間違えてるそれだったらもうその悪いけどもなんだろう赤本とかな、はいはいはい、もう素晴らしいですよ、はい、作るのにいろんなご苦労があるのも全部知ってます、うんうんうん、あのその赤本の答え書いてる先生個人的に知ってますけどね。あなるほど。現代文の先生じゃなかったり、まあ、古文の先生いろいろなんですよ。その先生がこれで合ってるんですかという確認を僕に聞きますからねもう本当にもうやめてそれは信用してください。もうそれ合ってるから、うん、ただまあやっぱり積極的に踏み込んでいろんなこと考えた上でね、いやどうだろうってこう疑問を持ったり、うん、その問題意識ありきですからね、はい、これ非常に嬉しくもありやっぱりねコメントってこうなんだなってこう、うん、ちょっと悲しくなる時もありね。そうですね、コメント気にしすぎると、ね、僕らの味が出せなくなりますからね。あまあそれはありますね。森田先生はコメントを気になさらないんですか。あでもちゃんと朝一でちゃんとチェックしますよ。あやっぱ見てるんだ。やっぱ誤字脱字が一番多いので。あ脱字はあんまないけど誤字、うん、テロップ この そのスペルが間違ってたりとか漢字が間違ってるってことが、まあ、まあ見逃すことありますね。そうというのがあるんで、うんうん、それのチェックです、はい、まず最初、まあ、それ人間だからねついついね、うんうん、でまあ突っ込まれるっていうのも分かってるから、その、はい、そのツッコミに対するコメントをするのがめんどくさい。最初に普通はこうだけどとかこういうのもありますっていうのをわざわざ動画に入れなきゃいけないのが大変。あーなるほど。それはもうやり始めるとね正直キリがない。そうなんですよ、はいはい、そこがねすごくめんどくさいところでありますよ ね、 すね確かに本当にもう厄介なんですよ、うん、まあ、勢いで話してる言葉とかありますから、ね、はいはい、ありますあります。僕もなんかそのこの間動画の中で具体例が長かったんですよ、はいはい、5行6行ぐらいかな、はい、この膨大な具体例を飛ばしてやって後で見て膨大って言えるのか膨大はさすがに言い過ぎだろうと長い具体例ぐらいにすりゃよかったと思ってね、もう自分の中でもう眠れなくなっちゃって、この俺めってもう自ら激しく挑戦してねもう物が反省しましたけど、そのままにしましたよ。そうなんですね、僕だからほら、はい、自分で編集してるから、あ、そうか、そういうのはカットすることができる、ね、それは何音声だけ変えたりしてるんですか。あその部分切ります。あ切っちゃうんだ。あ音声だけ切り替えてるのも多分見てる人は気づいてないですけどやってますよ。膨大なって言いながら長いに変えてるんですか。あそれはお長いっていう音があればできますから。あやってます。うーわー詐欺じゃんそれ詐欺ですよ。まあでも技術はね今そこまでいってますから。いっぱいあります。だからテロップが間違ってるから、うん、テロップの上のところをアップにしてそのテロップが見えないようにしてるとか。えじゃあ森田さんもしかして英語長文読んでるの音声全部ネイティブに切り替えてまあ、じゃあ喋ってるようにしながら全部ネイティブができるでしょうけどめちゃめんどくさいね、編集超めんどいです。確かにそうだ。声優ですよそうなったら激激めんどくさい。声優さんですよ本当に。大変は大変ですもんね。大変です。それは確かに、まあ、ただ今さっきの話で僕やっぱ最初にエゴサーチやって、はいはい、まあ、痛く傷ついてね、はいはい、もうこれはダメだと見ない方がもう自分の味というか自分らしさが出ると思って、うん、一度見ないようにしたんですよ、はいはいはい、でちょっとこう自我意識を復元して、はいはい、ちょっとまた戦えるようになってきて、はいはい、また見るようにしたんですよ、はいはいはい、そうするとねなんか慣れてて自分なんかどっかおう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 こんな学習能力が俺あっ
ったんだと思って。すげえ自画自賛。そうなんですよ。今はちょっとね、あの座右の銘でしたよね。はい、自画自賛。そうだったかな。まあそれでもいいんだけど、たまに見てますやっぱり。あ、そうなんですね。やっぱりそういうコメントっていうのはやっぱり大切にしないといけないなって僕思いますもん。そうだと思います。はい、言われてもだ、まあ聞けるとこと聞けないとこありますけどね。はい、そこを全部をね、OK にするわけにもいかないからね。難しいところです。はい、まあネット社会疎かったじゃないですか。疎かった。ついに僕も YouTuber、YouTuber って言ってるかどうかわからないけど。ピエンとかパオンとか。そうなんですよ。ね、知ってます。ピエンなんて言われた時も、もうおかしくなったのかな。もう仕事しすぎてもうちょっとこの辺があれなのかなと思って、もうそっとしとかなきゃと思って、かわいそうだと思ってましたけど。何でしたっけ、前に言ったの。チー牛。チー牛。チー牛なんすかそれは。チー牛って言ってね。それ何言ったの。チー牛なんだろうと思って。マジマンジとかいろいろあるじゃないですか。もうわかんないわ。新しい言葉を吸収。吸収します。もうガンガン吸収して。松先生のね、使ってることなかなか難しいですからね。難しいですか。いや、やっぱりすごいみたいな、インテリーみたいな。いや、卑怯とかね。ああ、わかんないでしょ。知ってますよ、宋先生の性格ですね、卑怯ですね。まあそれは合ってるかもしれないけど、そっちの意味じゃない。考えてみるとってことですけど、やっぱりね、インターネットの、まあ、そういった技術だ、言葉に慣れていないと、はいはいはい、ダメだなと思いになりました。はい、そうなんですよ。もういろいろと髪色も全部ね、どんどん進化してる。まあ、YouTuber たちね、そう派手にするのがね、そうなんですよ、当たり前なんで、はい、TikTokとか結構多いんで、こういう感じでやっていく感じだと思います、ね。はい、そうなんですよ。そこを期待しててください。あの意外とね、現代文なんかもそうですけど、きちんとした大学入試問題で何度もまあまあ高かったりするんですけど、はい、解説でしっかり説明してしまうせいなのかちょっとわからないんですけど、はい、簡単だというコメントがあったり、はい、でも難しいのになると急にもう難しくて、これ悪もんだとか。そう、悪もんじゃないし、ね、そりゃだってあれこうだったのというような問題で、うん、手応えというのかな、ないとやっぱりダメでしょ、うん、そう、悪もんじゃないんですよね。なるほどね、確かにそういうのありますね、うんうんうん、どうやってやったらいいんだみたいなのはね、はい、あります。あ、なんか子供の絵本みたいなものであるじゃん、日本語だと桜咲いた、はい、カエル飛んだとか、はい、そういうところから始めるってのはどうですかって思うじゃないですか。はい、思います。絵本ってむっちゃむずいんですよ。あ、そうか。あの今そういうので教えてる英語の先生いるんですけど、はい、日本人が習わない単語ばっかりで。あ、逆にそうなんですね。全然無理ですよ、絵本なんて読めないですよ、普通の人。絵があるからまあどういう状況かは分かりますけど、はい、単語知らない動作だらけ。絵本って無理ですよ、普通に勉強してる人は読めないです。知らない動作が絵本に出るんですか。そういうもんです。日常のものとか動作って習ってないの山ほどあります。赤ん坊がおむつを引き剥がしたとか。どういう状況か、どういう状況か分かんないからさ。絵本って普通分かる言葉で書かれてるんじゃないんですか。そうでもないです。やっぱり外国語ってそういうもんです。日常語分かってるかと思ったらそんなことない。ああ、まあでもそうかもしれませんね。日常語であればあるほど確かに生活に密着した言葉っていうのはね、外国の人は使ってるけど教科書には出ないというような、それ知識のエアポケットになりやすい言葉があるのかもしれませんね。いや、結構日本語のだってそうですよ。あ、そうか。飛ぶ、跳ねる、ポチャンとかって言ったって日本語すごい勉強してる人も意味わかんないです。ああ、そうか。なんだ飛ぶは分かるけど、跳ねる、ポチャンってなんだって。まあ確かにそうですよね。擬態語とかって難しいところがありますもんね。意外とそういうの分かんなかったですよね。いや、日本人でもね、擬態語とか擬声語とかね、ちょっとずつ間違えてると言ってますよね。ああ、あります。この間僕あのファミリーレストランでちょっと勉強しようと思ってね、はい、勉強、うん、後ろ勉強、常に勉強ですよ。へ、ちょうど後ろに座ったね、あのおばさんがね、はい、大きな声で会話なさってたんですけど、うん、擬態語がね、全部ちょっとずつ間違えてるんですよ。だから、まあ、具体的に言うと、その時ね、私ね、ガラスがガシャンと割れてって言うのかと思ったら、うん、ガラスがガッショーンって割れて、ちょっとずつ違うの。もう気になり始めて、気になり始めて。これみたいなか、そうそうそう。こう見てもプロですからね。もう耐えられないと思って、息苦しくて。立ち上がってね、ちょっとそこのあなたと。ガッショーンじゃなくてガッシャンでしょって。言いたくない、ね、そうだね、言わない、ね、そこもちょっと気が弱いから言えなかった、まあ、そういう事件もあるぐらいですから、やっぱり難しいんですよね、うん、そうなんですよ、うん、考えながらちょっと今問題選んで、はい、例えばで出してるんですけど、はい、なんか簡単だとか言われてますけど、あ、難しいですよね。そう、いや本当にそういうね、いろんなこと考えながらね、
実はね、あの問題のレベルだとか考えて出してはいるんですよね。うんうんうん、そういった感じでやってきますので、はい、引き続き指導をお願いいたします。よろしくお願いします。私ですね、これから韓国語の授業を受けなきゃいけないんですよ。もう全然話しちゃってていいですよ、ね、そんなので急に退席したりする人いるの？これもうめちゃくちゃ自由なあれですね。本当ここでしょっちゅう韓国語の授業を受けてる。あ、本当に、ズームで受けてるんですか？そうです。ズームで授業して、ズームで授業を受けてるの？そうです。それはちなみに失礼、お金かかってるんですか？はい、あ、これはちゃんと学校なんで払ってます、お金。じゃあ自分が先生でありながら生徒でもあるという。そうです、あのオンライン英会話とかもやってます。お金払ってお金もらって、もそこで経済がもうぐるぐる回って何のために生きてるんだっていう、まあ、すみません関係ないか、そういう感じでやって、そういう感じなんですか。じゃ ありがとうございます、総先生、はい、来ていただきまして、はい、今回すいませんね、皆さんね、こんな感じで、はい、でもきっと面白い話聞けたと思うので。そうかな、はい、お願いします。お疲れ様でした、はい、お疲れ様です。